どうもこんにちは、伊豆のディズニーパークチャンネルです。今緊急で動画を回しています。先ほど16時頃に新しいニュースが発表されました。それがプライオリティパスの実施についてです。でプライオリティパスというのは、それを取得したら通常よりも少ない待ち時間でアトラクションに体験できる、以前のファストパスのようなものです。でこちらが7月26日から導入される、実施されることが決定したというお知らせが先ほど発表されました。でですね、今回のこちらの動画では、今回発表されたことのまとめと、それからね、今後パークがどうなっていくと予想されるのか、現状の簡単な考察をお伝えしたいと思います。こちらに関して詳細が気になる方は動画最後まで見ていただければ嬉しいです。では早速見ていきます。こちらが先ほど発表されたニュースリリースですね。プライオリティパス、40周年記念プライオリティパスという正式名称なんですが、プライオリティパスと喋らせていただきます。プライオリティパスは、パーク入園後にアプリから対象施設を選択して取得できるサービスで、これらのサービスは先着順で利用時間が指定されます。そして、決められた時間に早いルートを使って入場することができて、短い待ち時間で乗れますよといったものですね。こんな感じのなんか、ガーランドの絵文字っていうんですかね、アイコンになっているようです。対象アトラクションがこちらですね。ディズニーランド、スターツアーズ、スペースマウンテン、バズライトイヤー、ビッグサンダー、ハニーハント、ホーンテッドマンション、モンスターズインク。ディズニーシーはアクアトピア、インディー、海底2万マイル、タートルトーク、シーライダー、マジックラムシアター、レイジングスピリッツですね。で、これ、いわゆる、ディズニープレミアアクセスが実施されていない人気アトラクションで、かつコロナ前にファストパスが実施されていたものがほとんどとなっています。アクアトピアに関しては、夏の期間限定で9月6までこちら対象となっているようです。で今回のプライオリティパスの実施に伴って、現在パークで実施されているサービスがプライオリティパスとディズニープレミアアクセスとエントリー受付とスタンバイパスの4つになります。でなんとね、この公式の PDF ですごくわかりやすい図が添付されていたので紹介します。ぜひ皆さんこちら見てみてください。こちらね、パークを楽しむ3つのサービスをご紹介。本当はね、スタンバイパスもあるんですが、スタンバイパスは現在主にショップの整理券として利用されているので、今回ね、アトラクションとショーパレードに関するサービスということで、この図では書いてないようです。なのでアトラクションとショーパレードに関しては、この3つのサービスが展開されているということになります。こちら対象アトラクションとかね、対象施設が詳しく書いてありますので、ぜひこちら分かりやすいので見てみてください。取り方とかも書いてあります。ではですね、皆さんこちら気になるのがプライオリティパスの取得ルールですよね。こちらね、このPDF には書いてないんですが、公式サイトに詳しく取得のルールが書いてありましたので、そちら紹介していきます。はい、こちらです。こちら東京ディズニーリゾートの公式サイトになります。まずプライオリティパスは7月26日から終了日未定で実施されます。で一応ね、これ40周年記念って言われてるんで、40周年の3月31ぐらいまでね、マックスで行くんじゃないかなとは個人的に思ってるんですが、未定とのことなので、いつまで続くか分かりません。ただ、対象アトラクションにバズライトイヤーのアストロブラスターが入ってることから、バズライトイヤーのアストロブラスターってね、10月31まで休止しているので、少なくとも今年いっぱい、クリスマスまでまでは、おそらく実施はされるのが確定してるんじゃないかなと思います。では、こちらにルールが書いてあります。はい、プライオリティパスは体験したい施設を選んで取得することで、短い待ち時間で利用できる無料のサービスです。はい、こちらがプレミアアクセス、ディズニープレミアアクセスとの違いですね。こちらは無料のサービスです。で、東京ディズニーリゾートのアプリで取得する必要があります。で、取得はパークチケット1枚につきお一人様分を取れます。なので、これね、1枚で複数人取ったりすることはできません。で、ここが結構重要ですね。他の施設を取得する場合、取得から120分後、もしくは取得したプライオリティパスの利用開始時刻の早い方になったら取ることができます。つまりですね、例えば10時に13時からのプライオリティパスを取った場合、2時間後の12時の方が13時よりも早いので、次は12時に取ることができます。一方で10時に11時のプライオリティパスを取った場合、2時間後の12時よりも利用可能時間の11時の方が早いので、次は11時に取ることができます。なので2時間後か利用開始時間のどっちか早い方が過ぎたら、次のを取ることができるというルールです。そしてただですね、同じ施設を連続で取りたい場合は、
利用後にならないと取ることができないとのことなのでご注意ください。そして自分で体験時間を選択することができないとのことです。現在ディズニープレミアアクセスは自分で何時に乗るかを選んで取ることができるんですが、こちらのプライオリティパスでは表示されている時間のものしか取ることができないってことですね。こちら例えばこれちょっとね画像ちっちゃいんですけど見えますかね、ビッグサンダーマウンテンがこれ10時25分から10時25分って書いてあって、取得画面でねこのように取れるアトラクションがいくつか出てくるんですね。でこの利用する時間帯が表示されたボタンをこれタップすると取ることができますよということで、今ここに表示されている時間のものしか取ることができないということですね。はい、これが主な基本のルールです。でそしてですね、皆さんねより深くもっと知りたいことがいろいろ疑問があると思うんですが、そういう場合はですねこちらのよくある質問っていうのを見てみてください。でよくある質問でここにプライオリティパスって検索します。でそうするとプライオリティパスに関する細かい注意点とかね、あのこういう場合どうしたらいいですかっていう質問がいくつも回答されているので、ぜひこちら見てみてください。その中でも多分多くの皆さんに関係があるちょっとね大事な質問2つピックアップして今回紹介していきたいと思います。でまず1つ目がこちら、キャンセルできますかということですね。40周年記念プライオリティパスはキャンセル可能です。はい、なので取ったらやめるってこともできます。都合が悪くなったらやめられますね。でこれの何が重要かっていうと、キャンセルができるということはキャンセルを拾うことができます。でこれはねちょっとややこしいというか中級者上級者向けの話になっちゃうかもしれないんですが、取得可能なプライオリティパス一覧においてですね、取得可能なものがありませんとね、すべて発券がこう完売していた場合ですね、取得できるものはありませんってなってるんですが、その画面でちょっとねリロードを繰り返していると誰かがキャンセルしたものがポンって出てくるんですね。でそれを選択すると取ることができるんですよ。なのでこうお昼とかにインパークしてプライオリティパスがもうないとかねなっちゃった時にこうリロードを続けて誰かがキャンセルするのを待ってそれを拾って使うみたいなことができます。逆にですねこれキャンセルしちゃうと、そうやって皆さんが多くの方がキャンセル待ちを狙ってキャンセルされた瞬間すぐ取られてしまうので、自分でねキャンセルした場合はもうほとんどの場合キャンセルしたものをもう取り戻せないと思った方がいいです。はい、こちらにもね注意書きで書いてありますが、もしねキャンセルしちゃった場合はですねもうなくなっちゃうというかね取り戻しづらいので気をつけてください。でそしてもう一つがですね、プライオリティパスは何時から発行しますかということです。でこれ答えとしては日によって異なるとのことです。おそらく開園と同時なんじゃないかなとは思いますが、一応ね日によって異なると書いてあって、当日にねご確認くださいとのことなので、まあ一応皆さん当日確認してみてください。おそらく個人的な推測としては、まあ開園と同時なんじゃないかなとは思います。なのでプライオリティパスをねこうたくさん取って効率的に過ごしたいって方はもうねなるべく開園と同時に行った方がいいと思います。でここですね、ここがちょっとね個人的に嬉しいなって思うんですけど、パーク運営時間中はですね待ち時間とかプライオリティパスの発行状況がねアプリとかに表示されるとのことです。だいたいどのアトラクションがね何時ぐらいに発券終了してしまうのかっていうのがね分かりやすくなって結構個人的には嬉しいですね。はい、というわけでプライオリティパスについて発表されていることは以上になります。でこれねこれまで聞いてもう皆さんというかね聞かなくてもねニュース見た方は思ってるかもしれないんですが、あの完全にファストパスなんですね。あの2019年まで実施されていたファストパスです。これ完全に取得の2時間ルールとかこの同じ施設のやつとかキャンセルとかキャンセル拾いとか全く同じですね。実は2019年の夏からデジタルファストパスもね公式のアプリで取れるようになっていたんですが、それがねコロナになってファストパスがなくなって半年ぐらいでその機能がね終わっちゃってたんですが、もう完全にそれですね。はい、なのでこれまでのパークを知っている方は、あ、ファストパスがなんか期間限定一時的に復活するんだなと思っていただければまあいいんじゃないかなと思います。でこれファストパスとほぼ同じということを踏まえてパークの混雑状況について、まあ、ちょっとね懸念点が出てきたので今回ね考察としてお話しします。その懸念点って何かというと待ち時間の増加ですね。ファストパスが実施されていた時ってファストパスがない時に比べて待ち時間が 1.5 倍前後
だいたい多いと2倍とかにまでね膨れ上がってたんですね。これはね僕の経験で、以前バズライティアのアストロブラスターが8時からね、朝8時から開始されていて、ファストパスは最速で9時からだったんですよ。で待ち時間の表記が30分40分ってなっていたんですが、ファストパスが実施される前、8時から9時の間はその表記の半分で行けてました。ただファストパスの人が来る9時頃からはそのね表記通りの待ち時間になっていたので、ファストパスのあるとなしで待ち時間がだいたい半分ぐらい変わってくることがあります。で今回ですね、最近の東京ディズニーリゾートは待ち時間を減らしたいっていう目的があるので、取得ルールが今回のねプライオリティパスの取得ルールもね、なんか回数制限、取得可能な回数制限があるとか、もうちょっと待ち時間が伸びにくいような施策をしてくるのかなとか個人的には思っていたんですが、なんと全くファストパスと同じということでですね、おそらく待ち時間がね伸びるんじゃないかなと見ています。まあただね、発行枚数が結構ね絞られた場合はですね、もしかしたらそんなに待ち時間の振れ幅は少ないかもしれないんですが、まあ、少なくともちょっとは待ち時間伸びることは確定です。まあ、これに関してはね、実際に運用が開始されてからどれくらいね待ち時間が増えるかっていうのをね見ないと全くわからないというところです。まあ予想としては最大の場合としては、まあ、2倍ぐらいになっちゃう、まあ平均的に多分 1.5 倍ぐらいになるんじゃないかなとは見積もってます。そういうことでですね、7月26日からの待ち時間、こちらね僕毎週日曜日に待ち時間の予想を出しているんですが、26日からこちらがだいたい 1.5 倍になると思います。なのでビッグサンダーマウンテン、スペースマウンテン、プサのハニーハート、モンスターズインクライダーのゴシーク、ここのプライオリティパスが実施されているアトラクションは40分から50分程度、スペースマウンテンもね45分から55分程度と、まあだいたい 1.5 倍ぐらいの待ち時間、土曜日とかなんかは多分ビッグスペースハニーハント60分前後になるんじゃないかなとか思ってます。だからプライオリティパスをこう取得できればね、待ち時間が伸びてたとしても待ち時間、ね、ほぼなしで体験できるのでいいんですが、昼から行くとかね、ちょっとね夕方から入るってなった場合は、あのもうプライオリティパスがねなくなってることが多分ねプライオリティパスなくなってると思うので、このね長時間並びたければ長時間待つしかないっていうところでね、入園時間による優劣っていうのが出てきちゃうっていうところがありますね。はい、今回先日日曜日に投稿した動画からですね、こちら待ち時間が増える可能性がありますのでご注意くださいというお話です。このチャンネルではこの後もプライオリティパスがね実施されたパークで実際どれぐらいプライオリティパスがなくなるのか早いのかとかね、どういう順番で取ったらいいのかとか、プライオリティパスを使って効率的に過ごす方法とか、最新のね攻略法の動画を発信していきたいと思いますので、この夏パークに行かれる方はぜひね今後の動画注目して見ていただければ嬉しいです。そしてね、ぜひまだねチャンネル登録してないとかね、今回初めて見たよって方はぜひねこれを機にチャンネル登録して今後の情報を追っていただけますと非常に嬉しいです。では最後に改めてプライオリティパスのルールのまとめです。これさえ覚えておけば OK です。まず利用時間は選択できなく、朝から夜まで順番に取る必要があります。そして次に取れるのは120分後か利用時間の早い方で、同じ施設の場合は使った後に取れます。そしてキャンセルは可能、キャンセル拾いもできるということになっています。つまりこれまでのファストパスと全く同じということでしたね。それでは今回の動画最後までご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら。